なんだあれは。下界の人間が大きな鉄の箱に次々と吸い込まれていく。危ない、運命の娘、異界へ連れて行かれるぞ。なんと、これ電車。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。逃げること。カズヤ、泳ぐなら平泳ぎとクロールどっち？そうだな、どっちかっていうとクロールかな。監督が平泳ぎでお願いしますだって。なんで？作画の関係だって。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。立ち向かうこと。やっと出番か。20秒の予告などあっという間よ。天上界は混乱の真っ只中、これに乗じて向かうは下界。アクトの進言を確保するのだ。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界、求めること。どうだ、入ったか。デュエリ様、モント様があの娘を召喚してくれないんです。天上界が危険なのに。ロリコンですから。違う。否定するな、恥ずかしいことではない。お前に言われたくないわ。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。迷うこと。あれが夢見の言ってた赤いやつ？うん、そう。恥ずかしいくらい赤いわね。あれが若さゆえの過ちってやつなのかしら。いちこ、それだと彗星で鬼子の人になっちゃうでしょ。ち。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。信じること。カマセイヌ。どうした、イリータ。子供がそんな言葉を使ってはいかんぞ。だってカマセイヌだもん。そんなことはないぞ。おじさんだって頑張ってるんだぞ。冬でも T シャツに裸足だぞ。魔導王、俺様のことかよ。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。許すこと。天上界ってトイレがないの。どうしたらいいの、イチコ。てか、私もどうしようって思ってるのよ。シャワー。だからイチコ、スズメ、あんまり飲んだりしちゃダメよ。そういうことは早く言ってよ。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。諦めないこと。最終回だ。最終回ね。長かった。ほんとね、お疲れ様、ムント。そうだな。ネミ、もしよかったら俺様と一緒に。嫌なこった。まだ何も言ってない。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。愛すること。